こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。今日はね、日産が倒産するんじゃないかなというね話が随分出てきまして、これが現実味を帯びてきたということでございますので、それをちょっとお話したいんですけども、その前にね、吉谷さんから送られてきた風に立つライオンの感想ということで、まあ、なかなかね、もう眼蓄深いと言いますか、考えさせるものがあるなと思いましたね。私ね、昔アニメなんですけども、エリア88っていうね、新谷薫さんの漫画を読んだことがあって、それはもうアニメ化もされているんですけども、改めてね、その中のパラドックスについて思い出しましたね。というのは、主人公の風間慎っていうね、青年はエースパイロット、まあ日本航空と言われるね、大和航空というアニメの中で言われている飛行機の天才パイロットではあったんですけども、友人の神崎悟に騙されてね、まあ、ゲリラ部隊のエリア88というところに入ってしまうんですよね。ゲリラ部隊じゃない、外人部隊に入隊させられてしまうんですよ。でそこで課せられた課題っていうのは、3年間の任期を生き延びるか、それとも3億円の違約金を払うか、それとも死ぬかというね、3択なんですよ。で風間慎は3年間なんてとてもじゃないけど耐えられないと、自分には婚約者はもういるから早く日本に帰りたいということで、3億円を稼ぐ、そして3億円を稼いでね、違約金を払って日本に帰ることを選ぶんですよ。ただ3億円を稼ごうと思うと、出撃して敵機を撃ち落としたりね、まあ、いわゆる人を殺さなくてはならないんですよね。で、何人も何人も殺していく、何機も何機も撃ち落としていく中で、自分は本当にこんな姿で日本に帰って愛する恋人のね、涼子さんっていうんですけどね、涼子を抱きしめることができるんだろうかという葛藤に悩みながら、プラス一緒に戦っていく外人部隊のね、素性も知らない仲間のような、敵のような、そんなね、まあ、チームの中で揉まれていくんですよね。で奇妙な友情が出来上がったりとか、戦うことに一種のね、シンパシーを抱いたりして、結局その、まあ、物語は進んでいくんですよね。これね、30年ぐらい前の作品なんですよね。私も大好きで、未だに何回も見てしまうんですよね。まあ、その中で語られているのは、自分が生きるために何人の人を殺すのは許されるんだろうかみたいな葛藤なんですよね。今回風に立つライオンとちょっと似てるところがあるんで思い出してしまいました。私たちはね、生きるってことは誰かを殺すということでイコールな部分もあるわけですよ。前回の何ですかね、動物愛護の話もしましたよね。動物を殺さずに生きていこうと思って、動物ではないフェイクファーっていうね、偽物のこうやって毛皮を作ろうと思うと、その工場を作るために多くの自然を壊し、多くの小動物たちが住処を失うという話でございますけどね。そして夏になれば蚊取り線香をつけて、私たちもたくさんの生命を殺しているという、この現実があるということなんですよ。いやー、本当に考えさせられますよね、生命に関しました。はい、それではね、日産の話になってきますけども、日産がね、カルロス・ゴーンさんが日本に来て経営再建した時の負債額っていうのは大体4000億円で、それでももう倒産するんじゃないかと、日本人の中にこの日産を立て直せる人間はもう誰もいないということで、ゴーンさん、カルロス・ゴーンさんに頼んで来てもらって、見事経営再建を成し遂げたのはもう20数年前のことだったと思います。で、カルロス・ゴーンさんはね、最近その手腕が妬まれ追放されてしまいました。と同時に日産は大きな赤字に転落することになります。そこに泣きっ面に蜂、今回の、ね、感染症騒動が訪れて、車が全く売れなくなってきたということで、ね、一気に赤字に転落しました。今赤字の総額は4000億円どころではなくて1兆円に迫る勢いです。もうね、銀行もそうなると手助けができなくて手を引きました、銀行がね。となると銀行はね、もう日産が潰れてもいいという経営判断をしたということなんですよ。さあどうでしょうか、日産。その後どうなってるか、経営陣の責任はどうなるか、株主の配当はなくなりました、無配当です。前代未聞ですね。ここまでの大きな会社が株式の配当を払わない、株価はだだ下がりで信用は完全に失われました。ただね、日産ってファンが多いんですよね。日産、吉谷さんもね、 R34 大好きですよね。で私もね、スカイラインとかもうすごくかっこいいなと思ってるんですよ。それから私はね、セドリック、グロリア、こちらの方は私自身も乗ってましたし、かなりね、大切にしていた、まあ、ヤンキーカーなんですよね。で、シーマー、セドリックとかね、ああいうのも名車でございますよ。フェアリ DZ、日本のフェラーリに迫るようなね、高級感漂うフェラリ DZ は未だに多くの方を魅了して、古い方ですら
高い値段がつく、そんなブランドが日産ですよ。いやでもその日産はねもうなくなるかもしれません、というのがね、日本国内で資金の調達ができないので海外に社債を発行して1兆円を集めようとしてるんですけども、先行きは暗いわけなんですよ。この事実ってなかなか報じられてないんですよ。でも日産そのものを見ていくとここまでのことが見えてきます。でここで何が言えるかというとですね、私たちはね流れてくる情報を頼りにするとそこに本当にねバイアスがかかって本当のことじゃないことを本当だと信じてしまうことが多いんですよね。でも実際に自分で積極的に情報を取りに行くと今まで気づかなかったことがたくさん見えてきます。そこにはね全く語られない真実の叫びがあるわけなんですよね。まあ、だからね私はね情報発信ってものはすごいなと思うんですけども、ただね受け取られていない重要な情報がなんと多いことかということでございます。結論としてですね、情報発信する人が少なすぎるんですよ。この日産の事実にしても情報発信する人が少なすぎます。記者の記事がいくつかあるんですけども、なかなかそれがね例えばテレビを通じて皆さんのところに届いてないと思いますし、新聞にも出てないと思うんですよ。ただこれね製造業の中では前代未聞、本当にここまでの赤字ってのは考えられない、1兆円規模の赤字ってのはねとてつもないことで、もうね救済ができないんじゃないかと言われております。ただ新総理になった菅総理大臣、この菅さんがですね日産はお膝元なんですよ。ですので何らかの対抗措置を打つんではないかなと思いますけども、さあどうなっていくんでしょうか、注目でございます。日産ユーザーの方、私もねトランザム乗ってます。トランザム、ゼネラルモーターがねいろいろとありまして救済されましたけども、ただ部品の調達は非常に困難になりました。今ね個人の方で、トランザムの部品を作ってる方がいるんですよ、メーカーでもないのに。でそれによってね部品供給ってのは維持されてますけども、日産はどうなんでしょうかね。まあ町工場いろいろありますんで、日産の部品パーツ作ってる中小企業たくさんあると思うんでね、部品供給がなくなることはないと思うんですが、ただ日産というものがなくなって日産ブランドの車がこれから出てこなくなると思うと、まあなかなか倒産というのは考えにくいですけどね。そうは言っても公的資金の注入とかは強制的にするんでしょうけども、もし日産がなくなったとしたらどうなるか、日産の価値が皮肉なことに上がるんじゃないかなと思うんですよね。 R34 さらに手に入れにくい車として伝説に拍車をかけるんではないかなと思うのが今日の感想の結論でございます。それでは億万長者合宿、また次回もよろしくお願いします。